柔らかい鶏肉の料理ですよ。俊介より、うわーすごいだ。あ、あんだこりゃ。あートマト鶏肉、ありがとう俊介。祖父母の日常、孫が動画配信、癒される評判に、あ、これ俺じゃないか。あはは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 、よく気づいたな。皆さんこんにちは、アシナスということで、本日はドッキリ。はい、本日ですね、9月22日金曜日、なんとこちら読売新聞にですね、おじいちゃんが掲載されました。読売新聞の朝刊のこちらですね、27ページ暮らしのところに、はい、じゃじゃん載っております。すごいですね、全国版ですよ、読売新聞。いや、すごいんですが、あのいつもね、おじいちゃんのドッキリ、してる時に新聞をこのパッてやってわーっていう動画を撮ってるんですけど、わーすごい、はい、ありがとう俊介。俊介ありがとうよ。どうした、おい、どうしたよ。その新聞に自分が載ってたらっていう、ドッキリをしたらおじいちゃんはどんな反応をするのか見てみたいと思います。今正面を見せながらですと、向かい写真を見せながら、この前はい、どこでしょ。あおじいちゃん、今日は柔らかい鶏肉の料理ですよ。俊介より、うわーすごいだ。あ、あんだこりゃ。あートマト鶏肉、ありがとう俊介。いいごちそう作ってくれたね。はい、ありがとう。わあ、どう？すごい。そうや。
エルテーテー会長。逆逆、じいちゃん、はい、じいちゃん、逆逆逆逆こいつか、うん、祖父母の日常、孫が動画配信、うん、癒される評判に、あ、これ俺じゃないか。あはははよく気づいたな。当たり前に読んでたけどよく気づいたな。なんだコインランドリー、おじいちゃん新聞載ったんですよ。新聞に載ったのね。読売新聞に。読売新聞、はい、ありがたいね。じゃあご飯食べたら一緒に読みましょう。はい、はい、どうもありがとうございます。いいえ、いただきます。はい、いただきます。じゃあちょっと、はい、私たち昼飯食べてるということで、今日はして突然ですが、熱いご飯見せてください。おー、熱い。ん、熱い。何が？お味噌汁熱いよ。熱い、今出来たてなんだから。うん、すごい。こう思ってるのに、熱くする。まあそうだよ、熱さ、これいただきます。美味しいよ、これは。鶏肉の柔らか煮込み。鶏肉は、いや、いいじゃん、そのまま噛み切れる。柔らかく作ったから。お味はどうですか？いい味だ。いい味だ。うん、これはうまいよな。うん、うん、まっ。これはうまい。めちゃくちゃうまいわ。うん、うまいね。うまいな。うん、な、今日このさ、読売新聞載ったじゃんか、うん、俺が全国版でしょ、うん、で、読売新聞って日本で一番読まれてるからさ、うん、もう小学校の同級生、中学校の同級生、高校の同級生、大学の同級生、みんなから連絡来た。みんなはさ、世代は読まなくてもさ、お父さんお母さんが読むからさ、うん、あとおじいちゃんおばあちゃんとかが、うん、もうこれ足田君乗ってんじゃんって。これ隣おじいちゃん、うん、え、100歳ってみんな100歳でびっくりするのが、うん、ありがたいな、みんな呼んでもらってな。あ、うん、本もすごい売れてるんだってよ。あ、どうもありがとうございます。うん、ありがとうございます。
じいちゃん今日おうちに、おうちに美容師さんが髪切りに来てくれるから、うん、じいちゃんの髪。どこなんですか。うん、どこね。千葉県が来るの。うん、あー大変だこりゃ。あるんじゃ、アクアライン。あれ通って。アクアラインから来るの。うん。おじさん4人で湯治旅、湯治旅。7泊8日の旅だって、すごいね。元気なおじいちゃんたち、元気なおじいちゃんたち、乳頭温泉だよ。乳頭温泉。久しぶりに美味しくできたご飯が。美味しいね。美味しいね。うん、いいもん。
あ、ネギ入れのせた。まあいいや。めっちゃうまそう。男4人で旅なんだって。じゃあ旅したことあるか、男だけで。男だけであるか。帰って味のものが入ってた。うん。どこ行ったんだよ。どっとくじゃないで行ってる。どこ？ん？どこに行ったんですか？山梨とか。山梨とか。鹿児島とか、うん、大分とか、ない大分とか、九州、鹿児島、お、どうしたの？あー、めちゃくちゃじゃないかな。ゆっくりに。28ってむずいだろ。28分調整。麻雀でこうやって手積みするじゃん。これ28個あった、うん、絶対できないよ。いやないのよ、もう、うん、むちゃくちゃ難しいわ。スンドゥブチゲうどん、美容師さんの小宮山さんです。よろしくお願いします。時計に、時計とシンクロしてたけど今。確かに。僕のおじいちゃんは99歳、毎日がサプライズです、はい、全国書店で、販売されますので、ぜひご購入ください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。